始まりました勝弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます映画評論家の森永と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では今回のゲストをご紹介いたしましょう。当番組なんと4度目の登場となります片山晋三監督です。はい、どうも。毎度すいません、細かくお呼び立てしてしまって、今回もどうぞよろしくお願いいたします。今年初めてですもんね。今年初めてですね。ここ初めてね。はい。40歳になりましたよね。40歳になりました。早いもんですね。そうですね。なるほど。ちょっと一応おさらいしておくと、あの1回目に出ていただいたのが、はい、まあ、あの大傑作、異常な大傑作、岬の兄弟チームで、はい、松浦優也さんと和田美沙さんと、はい、これがあの2019年3月、もうこの番組の初期ですからね。で2回目があの師匠筋 の、 あのポン・ジュノ監督の、はい、パラサイト半地下の家族についてあの2人でちょっと語らせていただいた前後編がありまして、はい、で3回目がね昨年11月ですかね、短編そこにいた男で出ていただきまして、はい、これはあの脚本はね今年あの子は貴族が、大変話題になった袖由紀子さんだという流れなんですけども、はい、そして今回は、ワウワウの連続ドラマダブル、今年2021年の5月6月に放送された東野圭吾さんのやつだと、さまよう刃これですね、原作、はい、第6話であのドラマダブルをやられまして、面白かったです。ありがとうございます。はい、さすがです。最初にちょっと忘れないようにいろいろお聞きしたいんですけども、はい、全6話長いんで、はい、あの片山さん出てたでしょ。僕出てました。第4話第4話で出てましたね、警官役で、あの三浦貴大さんの隣に。なんかね、三浦さんがその小さい娘さんとスマホで、まあ、リモートで話してる、その横になんかでかい同僚が。僕ね、声でね明確に片山さんって分かったんですよ。やっぱりそうですか、よく喋ってるじゃないですか。ああ、まあそうですね。そうそう、であの、うん、親見た目でも親って思うんだけども、やっぱ声って分かりますね。だから声が証拠になるっていうのすごい実感した。あいつじゃんみたいな。こんな、でもちょこっと出るってやってました今まで。いや、やってないです。初めてですよね。いや、出たくなかったんですけどね。そうなんですか。出たくなかったんですけど、うん、あれ4話ですよね。4話。結構撮影の後半で、うん、ウチトラを結構僕使ってたんですよ、うん、スタッフを。うん、あのスタッフエキストラとして出演することをウチトラっていうんですけど、はい、うん、でもう誰もいなくなったんですよ。そう、少ないな。あれ、どうしよう。まあ、いや、うん、もちろんあの仕事する人たちはもう出れない人いっぱいいるんで、出れるような人はもうほとんど出てて、もう監督しかいねえ、もう自分が出るしかないなみたいなことになったんです。面白いですよね。だから監督って意外に出れるますよね。ヒッチコックじゃないけど。そうですよね。うん、そう、こう手の離せないスタッフはいるんだけど、監督は意外に手を離せるっていう。そうですよね。面白いなと思って、あのそこも楽しみました。いや、本当噛みまくって。あ、そう。あの8回ぐらいやりました。マジで。でもセリフなんか、あ、そうみたいな。そうそうそう。飛び込む。そうそうそうなんですよ。あの後に結構あったんですよ。うん、あ、それじゃあもう NG を全部自分で切りましたね。あ、そう、普段なんか演出してるのに自分やったら切ることだ。自分が出るとやっぱダメですね。いや、面白いな。今後もちょっとああいうのやってほしいなと思って。見つけるの、あ、本当ですか。いや、好きなんですよ。ああいうの見つけるの楽しみでしょ。じゃあまたどこかで。そう、もう本当一言全然喋んないなみたいな。喋んなかったら分かんないなみたいな。ね、いや、面白かったです。まずちょっとね、順番にお聞きしたいんですけども、これまずどういった経緯でこの企画のオファーしたんですか。この企画のきっかけは、はい、まず竹野内さんにこの企画を持ってったんですよ。ワウワウのプロデューサーの方と、はいはいはい、アクソンっていう制作会社のプロデューサーの方が、なるほど、持ってって、うん、で竹野内さんに、じゃあ監督主演をお願いしますって、監督どうしますかってなった時に、竹野内さんが岬の兄弟見てくれてて、いい話じゃないですか。それで、すごいね、片山さんだったらみたいなことで、かっこいいじゃないですか。そうなんです。最高ですね。それで、最高、僕に決まったというか、話が来てですね、
でやることになったんです。そのお話聞いた時どう思いました、ね、あの竹野内豊が俺を指名したみたいな。いや本当に意外でしたね。意外ですね。竹野内さんがそういうの見る人だと思わないですからね。いやそうですね、竹野兄弟みたいな、あんなインディーズ映画をしかもね見ると思わないですからね。まあそれぐらい一つには三崎の兄弟っていうのがやっぱりかなり広がったっていうの一つあり、はい、うん、でもう一つはやっぱり竹野内豊さんへの興味が湧きますね。そうですよね、うん、なんかやっぱりいろいろご覧になったりしてらっしゃる方じゃないかな。そうなんですよ、うん、で白石監督、白石和也監督と竹野内さんが、うん、なんだっけな、コロの地ですかね、うん、かまあなんか交流があって、うん、で白石さんが三崎の兄弟を紹介したみたいなんですよ。あ、竹野内さん流れか、聞くと。で竹野内さんがそれで三崎の兄弟を見て、うん、っていう流れで僕の方に話が来たという、うん、まあ、ディープな流れですね、うん、いやでもめちゃくちゃいい話だと思います。でこの「まあ、さまよい愛馬」はね、原作がこれ2004年なんですけど、まあ、過去2回映画になっているという。そうですね、うん、まずは2009年って東映で益子正一監督、寺尾明さん主演の「さまよい愛馬」、はい、この作品で、まあ、竹野内豊さんが助演で、ね、まさにさっき言ったあの今回の三浦貴大さんにあたる、はい、若手刑事の織部隆を演じておられたと、はいはい、これはもちろん見てご覧になってると思うんですが、はい、すごいストイックかつスタティックな作りで、まあ、寺尾さんがずっとポーカーフェイスですごい基本淡々としてるんですよね、うん、そうですね、うん、で次がそうそう、ちょっとプレスが見つかったんで、イ・ジョンホ監督、チョン・ジェヨンさんが主演の2014年版、はい、韓国でも作られている、はい、これはまあ濃厚なテイストなんですけども、はい、まあ、割とノリで押し切ってるパワータイプの、うん、作品かなという印象もありました、うん、でそうすると今回 の片山版が一番原作にがっつり向き合ってるのかなという気がしましたし、そうですね、やっぱ尺的に、うん、ね、多分こう映画ではできないぐらいの分量があるんですよね。これはこれだとやその全6話っていうのはちょうどいい感じがあるし、もちろんね独自のアレンジもいろいろ面白いですし、そうだから実質5時間ぐらいの尺でしょ。まあそうですね、大体ね、はい、片山さんで割とその逆算の発想で組み立てるところがあると思うんですけども、話聞いてると、今回尺の使い方という点に関してはまず どうお考えになりましたか。今回そうですね、尺は、うん、まあ、割と、まあ、原作をどうアレンジして変えようかなっていうふうに思ってたんですけど、うんうん、まあ原作をまあもう一回読んでみて、うん、いろいろ考えていくと、うん、まあ、普通の過去のこの2作も見てですね、うん、やっぱりこの2作にないものは何だろうっていうことを考えたら、うん、はい、いろいろやっぱりこうはしょる部分っていうのが、うん、結構こうね、刑事のバックボーンだったり、確かに少年のバックボーンだったり、うん、やっぱりこう必要だけど映画の尺ってまあ2時間ぐらいで収めなきゃいけないから切ってる部分っていうのは結構いっぱいあって、うん、じゃあそれをまあまあ、原作と同じようじゃないけど、うん、まあ、できるだけ再現しようかなっていう、うん、まあ、そのためには全6話っていうのはのちょうどいいんじゃないかなっていうふうには思いましたけどね、うん、まずまあ群像劇としての、そうですね、まあ、長編映画だと枝葉っていう感じになっちゃう部分の奥行きをちゃんとつけようと、うん、そうですね、でもまさにそういう映画というかドラマになってますよね。そうですね、うん、まあ、だったら5時間いけるかと。そうですね、うん、これだけ長いのを一人で撮ったのは初めてですね。初めてですね、うん、そこの緊張っていうのは別にある。それはありました。あった、うん、さまよい愛馬をなぜ受けたかっていうと、うん、まずキャストが竹野内豊さんで、うん、で石田ゆり子さんも出て、そこはもう決まってた、で決まってましたね、うん、最初の方に。で国村純さんとか三浦さんとか、うん、古舘さんとかこういろいろね、手だれの俳優さんたちが徐々にこう決まってきてですね、うん、やっぱりプロの俳優になれとかなきゃなって思ったんですよ。練習っていうか、自分もあ、そうか、うん、まあ、キャリアとしてはもう助監督はまあ15年ぐらいやってますけど、うんうん、
あの監督作品は三崎の兄弟と、うん、まあ、そこにいた男ぐらいしかなくて、うん、まあ、あとロックンロールとかね、まあ、ロックンロールとか、うん、短いのはある、短いのはあるとしても、うん、やっぱり これだけこのがっつりとした尺を、うん、まあ、なんでしょうね、ベテランの俳優さんたちと一緒に、うん、やる経験をしときたかったんですよ ね、 ね、それは大きい映画をやる前にしときたかったんですよ、うん、これからのことを考えたい、なるほどね、まあ、向き合い方っていうかね、コミュニケーションの取り方とかを、うん、まあ、練習する、練習って言ったらあれですけどいやでも分かります、うん、ね、訓練するっていう意味合いで、うん、受けたっていうか、いや本当にそれを、まあ、それはきっかけですね、本当にやろうと思ったのは、うん、じゃああれですか、その決まった段、片山さんが受け、はい、やりますって言った段階ではキャストの皆さんは結構も決まってた、竹之内さんぐらいですね、うん、で、まあ、これから、まあ、石田さんに当たろうっていうふうに言ってるよ、これは結構な雑魚見になりそうだなっていう予感があったので、うん、もう踏み切っちゃおうと、まあ、断らないですよね、まあ、なかなか断りづらいですけどねよく分かってらっしゃるなと思いますね、この題材としても、もちろん竹野内さんの推し名ということもあるし、うん、確かに三崎の兄弟とかはまあ、すごい人たちが揃ってはいるんですが、まあ、同世代でやってますもんね、そうなんです、基本仲間たちというか、そうなんですよね、まあ、やりやすい環境ですよね、自分が、うんうん、そうだな、ホームで、うん、そうです、そうです、あえてアウェイって言ったあれだけど、ちょっと遠征する感じもちょっとやっときたいな、ね、やっときたいなって、これから多分必要になってくるだろうなと思って、ね、もちろんそうです、はい、うん、そういう意味での一発目としてはすごいいいんじゃないかなと思って、ね、いきなり映画でドンって、ね、うん、あるやるよりもやるよりも、いや、いいですよね、そうですよね、だから竹之内さんもそう、50代に入ってらっしゃるし、まあ一回ぐらい上ですもんね、そうですね、うん、そしたらそのベテランもいるし若手もいるという、そうですね、このレイヤーレンジのある、うん、キャスト、なるほど、面白い、脚本がその吉田紀子さんが書かれた、はい、まあ、吉田さんは前ドラマ W で東野圭吾ものを続けてやってらっしゃる、片思いみたいな具合、これはあれですか、もうじゃあ自分ご自身で書くっていうよりはまず吉田さんという流れだった、そうですね、もう決まってましたね、決まってた、それは、なるほどなるほど、それ読まれた時っていうのはいかがでしたか、最初ですか、うん、最初は吉田さんは本当ベテランの脚本家さんで、うん、もう自分よりも本当結構年もかなりそうです、ええ、うん、上の方で、だから何でしょうね、すごくうまいなっていう部分と、うん、ちょっとこう何でしょう、ちょっと表現が古いのかなっていう部分もありつつ、うんうん、っていうふうには感じましたね、うん、まあ、特にまあセリフ回しとか、うん、そういうところも含めて、うん、いろいろどうしたらこの現代風に、こう2004年の話じゃないですか、もともとがね、もともとが2003年だったかな、2004年か、うん、出たのが3、4か3とかね、うん、だからどう現代に、まあ、そのままやってもいいんですけど、現代にどうアレンジしていこうかなってなった時にコロナになって、でコロナの設定をちょっと入れようっていうことになったんですよね。なるほど、じゃあそこはもう、吉田さんの脚本があったけども、そこに片山さんの脚色っていうのは実際は結構入ってたりする、まあ、それはまあ入ってたり、入ってたりする、はい、うん、そう、実はね、まず思ったのが、東野圭吾さんと吉田紀子さんって、まあ、58年、9年で同世代なんですよね、はい、だから、まあ、その感じがまずあると思うんですけども、はい、ドラマ版、片山版さまよい刃は、まずそのネットの描写がすごい多くなってるでしょ、ああ、そうですね、うん、この感じが、なんだろう、もともとはないじゃないですか、ツイッターとか。そう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 、だから割とこれなんか片山さんがやった部分多いのかなって想像しちゃったんですよ、ね、はいはい、うん、それはそう、実はそうですね、うん、なるほど ね、 ね、であとコロナか、あとまあコロナ、うん、そうですね、なるほどね、まあ残忍なね、事件物が大好物な片山さんですけども、はいはい、おなじみの片山さんですけど、はい、東野さんの小説でよく読まれたりしてました、あ、読ん、まあ、全部読んでないですけど、うん、読んだことはあります、あ、なんですか、うん、でも超メジャー人気作家なんですけども、
まさにこの話とかえぐいです、ね、そうですよね実は、だから本当にちゃんとこれドラマでやれんのかなっていうかちゃんと表現したら、うん、すごいなんでしょうね、あの少年のチンチ切っちゃったりとかそういう表現もあったじゃないですか。あれは僕やりたかったんですけどね。めちゃくちゃ止められたんですよね。そう。だからこれはこれやりたいなって思って。いやあのね、だからその竹野内さんのご指名とはいえ、片山晋三を監督にした時点で、これやばいんじゃないかっていう人いたんじゃない？この人、まあ、そう先向きみたいな何するかわからんよってみたいな。結構止められた部分もありますけどね。あるかよ。すごいやりたかったけど、やっぱちょっと止められてもうしょうがないっていう。そうですそうです。そこはちょっと、それは結構ありました。まあ、とはいえ結構あれですよね、その放送コード内では限界までそうですねやった感じはありますね。ありますね、まあ、特にねやっぱり第1話の方が重要だと思うんですけど、はいはいはい、やっぱりここで見るかやめるかが決まるっていうか、ね、そうですね、まあ、あの主演のお父さんちょっと細かくお聞きしたいんですけども、あちなみにこれって今見る方法ってあります、はいはい、今はワウワウのなんかオンデマンド見逃し配信もやってない、それをやってると思う。もうこれやってくれないとなかなか、あの前はね結構その 見れない上を煽る部分ってコンテンツ作品ってあったと思うんですけど、今はこういつでも見れる環境にあるというのがスタンダードになってると思うから、そうですね、でも作りとしてもそっちの方がありがたいですよね。いや、いつも見れる方がありがたいです ね、やっぱり時間の使い方も変わってきてますからね、うん、だから、ここからはもうネタバレ全然気にしないでしゃべりますんで、もし未見の方はちょっとね、見ていただいてからちょっとずつこっちの動画を見ていただくのがいいかなと思っております、まあ、主演のお父さん長峰茂樹役を竹野内さんがやられてて、はい、で早々にあの和田美沙さんが登場するんですよね、遺影で。あ、そうですね、お母さん亡き妻、不謹慎ですけど笑いましたよね。奥妻和田美沙さんじゃん、家でもう出てるっていう、うん、ここはでももうあれでしょう、やっぱり片山組からこう打ち込みでいきたいなっていうのが。そうですね、うん、意外とだからなんでしょうね、あのプロデューサーの方もキャスティングするときに、うん、もうぜひ松浦さんと和田さんが入れたいみたいな、いやでもね、すごい前のめりだったんですよ。素晴らしい、うん、あと北山さんもね刑事で入ってますけど、はい、もうこの3人はね、うん、入れたいっていうのをおっしゃってくれてて、これでいやどういう配役にしようかなっていうので、うん、和田さんは前の奥さんにこう収まった感じですね。それ決めたの片山さん？いや提案されたんですよね、あの前の奥さん役でどうですかって、ああいいですねっつって、それで出番はねさほど多くはなくなっちゃうんですけど、まあ、重要ですよね。そうでも立ち位置としては非常に重要で、そうでもやっぱりこうそのある監督作り手が出てきた時に演者もねこう一緒に上がっていくような感じっていうのは見てるこっちも、うん、そうですよね、楽しみなのでやっぱりこの探しますもん、ね、松浦さん和田さん北山さんいないか。で、あの長峰の娘であり、まあ、事件被害者となるエマ役が河合優美さんで、はい、もう河合さんがねやっぱ素晴らしい。河合さんオーディションで。オーディションですか、はい、僕最近やっぱあのすごい気になってて、はい、あの佐々木インマイマインだとかアンダードッグで、それからこれから公開される、まあ、サマーフィルムに乗ってとか優子の天秤とか、あの優子の天秤は河合さんとあの滝内久美さん の、はい、あの共演なんですけども、はい、あのもう確実に来るだろう、上がってくるだろうなっていうような感じがあって、オーディションの決め手としては、オーディションの決め手は何ですかね、もうけど割と早めの段階からこの子だなと思ってましたけどね、片山さん、僕は。何が違ったんですか？なんかすごい自然だなと思ったんですね、芝居が。あとまあ存在感があってちゃんと、そんなこう色に染まってない感じっていうのがいいかなっていう、まだなんかこう原石的なっ
ていうところがすごくいいかなって、あと将来性もすごく感じましたしね。エマ役めちゃめちゃ重要だし、まあハード、一番ハードな役じゃないですか、うん、そうですね、そこはもう前提でオーディションやったってことなんですか。そうですね、じゃあもう やれるよっていうあの役者さんだけ。そうですね、まあ脱ぎまではいけないけど、うん、いかないけど、なんでしょう、下着姿になったりとか、うん、そういうことはありますよっていうことを前提にオーディションしてます、うんうん、素晴らしいですよね。ちょっとなんか半分お顔立ちとかは石原さとみさんのようでもありつつ、ね、あ、そうですね、若い頃の、ね、唇の感じとか、ね、でももっとなんか複雑なニュアンスをお持ちで、まあ、陰キャが似合うって感じですよね、うん、そうです ね, ね、うん、これ大きいですよね。そうですね、うん、だからそうなんですよ何嬉しい、いやいや、陰キャが似合うっていうのが、うん、まあうまい表現だなと思って。あ、ありがとうございます、いや、本当そうですよね、うん、でもなんか朝ドラの主演じゃないですよね。そうなんですよねそこがいいなと思って、まあ、なったらごめん申し訳ないですけどその、ね、王道の出世の道進むしてあるの朝ドラの主演じゃない感じが良かったんですよ。ですよね、なんか片山さんの世界にいても、あの全然おかしくないというかすごくハマる感じなんですよ結構なんか渋いラインに出てらっしゃって、あのこれまでも割とそのダークサイドを歩んでるな、ワイルドサイドを歩いてるなっていう感じが、それがね、いいんですよね。やっぱりその感じがちょっとキャッチされたわけですよね、その波長をね。そうですね、さすがですよね。やっぱりその辺はもうなんか新人じゃないですもんねやっぱりその業界長いから、やっぱりそのセンサーはちょっとベテラン的なのがありますよね、片山さんね。でね、まあ、この河合さんが暴行されてしまう、まあ、レイプ殺人動画を、まあ、撮らないといけないという、まあ、片山晋三の、ね、すごいこの得意なところが、まず発揮されると思うんですけども、まあ、この犯人の男子さんに、この3人も本当素晴らしかったですが、あの槍部屋ですよね、はい、めっちゃ汚かったですね。汚かったですね。あれは最初からあんな感じでセッティングされた。いや、そこはもうあの空の部屋を飾って、うん、ああいう風になったんですけど、その飾る時に片山さんがじゃあもっともっとみたいなことなかったんですか。あーうーん、けどまあやる前から壁紙をここを、うん、まあ全部血だらけになるんで、うん、壁も全部貼らなきゃいけないっていう風に、うん、なってて、うん、で割とこう僕の好みを分かってくれてる人だったので、うん、松塚さんっていう、はい、美咲の兄弟もちょっと手伝ってくれた、手伝ってたんですね、ような人なので、うん、なので割とそのごちゃっとしたというか、そうだね、こうちょっと密度が高いような飾りをしてくれて、うん、ほとんどそんなにこう現場に行って、あ、もうちょっとあそこの壁の上をなんとかなりませんかねぐらいです。ぐらいですか、いや、いいスタッフですよ、となると。なんかそのリア、本当のリアリズムよりややデフォルメしたというか、うん、そのこの微妙さですよね、うん、もうちょっとその、なんだろう、映える感じのあたり、だけどそのリアリティの線を失わないっていうラインの過剰さ、うん、あれがすごく良かったです、うんうん、あれってあの本当の足立区 のあれアパート外観と同じじゃなくて、101号室。あ、外観と同じです。中同じか、はい、じゃあそこを実際に借りて。そうです。あ、セットでね、組めばもう少し撮影しやすかったんでしょうけど、うん、撮影しにくいでしょ。しにくいです ねやっぱりアングルが限られますからね。そうですね、結構そこは苦労された、そうですね、あそこでも大乱闘がねそうです、大アクションがあるから、うん、でもあのすごく見ててよかった。犯人役がその、まあ、主犯の菅野海賊市川陸さん、はい、で、まあ、2番手ポジションで、まあ、竹野内豊さんにぶち殺されることになる、はいはい、友崎敦也役か、名村新さん、はい、でこの2人に引きずられちゃうその、まあ、困ったお坊ちゃんが、まあ、中居誠役、ジャニーズジュニアの井上瑞稀さんということで、はいはい、このキャスティングはすごくいいですよね皆さん、うん、そうですね、よかったですね。これは決まっていくオーディション？オーディションですね。うーん、片山さんもじゃあ見てたわけ、この3人選ばれる。そうですね、うん、あの井上くんはもう、うん、もう決まってて。決まってた、なるほど、うん、で、あとそのカイジとアツヤをどう決めていくかみたいな、うん、重要ですもんね、ことで、うん、結構長い間オーディションしました。
長い間といったら結構難航した部分もある。いや難航しなかったんですけど、うん、2時か3時ぐらいまでのオーディションをした記憶がありますね。決め手としては、決め手は何ですかね。バランスですよね。あフリーザとナッパみたいにしたかったんですよ最初。ああなるほどなるほど。ドラゴンボールで。ドラゴンボールか。フリーザじゃなくてベジータとナッパか。ベジータとナッパ、ね。ベジータとナッパみたいなあのカイジをちっちゃくして、はいはいはい。あのアツヤを大きくしようと思ったんですよ。それ最初の案として。最初の案として。はいはいはい。アイディアとしては自分の中ではそう思ってたんですよ、ね。けど見ていくと、なんかちょっと違うなっていうので。逆になったんですよね。なるほどなるほど。その高さっていうかその凹凸感は。もともとドラゴンボールなんだ。ドラゴン、ドラゴンボールだったんですよ。これ聞かないと絶対分かんないな。そこはなんかでもやっぱり世代的にその辺のジャンプ漫画で落とし込んでいくとキャラクターライズとして分かりやすいですよね。まさかそれで選ばれたと思ってないかも。言いました？いや本人に言ってないと思うんですよね。大体なんかこうね。ボス格が結構大きいというよりちっちゃいことがあるじゃないですか、うん、ある、ある現実世界そうでもこれは、ね、ヤンキーのボスってちっちゃいやつ多いじゃないですか。でやなんか切れたら何するか分からないみたいな。そういますよね、うん、だからそういうふうにしようかなと思ってたんですけど、いろいろこう見てバランスを見ていくと、うん、ああいうことに決まった配役になって。でもね、でもね、あの実際これ名村さんの方が、なんか狂気の質としてはでかい感じがしました。そうですね。そうですよね、なんかあの市川さんのこの開示っていうのは要はその登場が長いんで、はい、ちょっと理由が分かっていくところあるでしょ。そうです、ね、そのネグレクトがベースにあって、うん、孤独を感じてるみたいな。アツヤはやべえなんてこいつ結構本気でなんか一番怖いなって思ったんですよね。そうですね、うん、だからその論理がちょっと残ってたんじゃないですか。そうかもしれないです ね、 ね、うん、うん、そうそう面白い、うん、そう。これでそのまあ、 あの足立区のアパート101号室で、まあ、事件が起こり、はい、でまあ遺体遺棄が埼玉県川口市での事件となり、まあ、荒川の事件としてこう、はいはい、なっていくという流れがあって、でその警察が、まあ、登場します、はい、警官がねこう荒川付近にわらわらと出てくる、はい、まあ、あの辺になるとやっぱちょっと、ね、例えばその、まあ、それこそ殺人の追憶だとか、まああのじゃ映画ジャンル映画のこの流れっていうのがだんだん見えてくると思うんですけども、古舘寛司さんと三浦貴彦さんのその刑事の先輩後輩コンビがまたすごいいいですね。そうですよね、うん、これはでも決まっ、片山さんじゃなくて決まっていたキャスティング、いやまああの相談しながら決めていったキャスティングではあるんですけど、うん、すごく良かったですよね、うん、バランス感が、バランス感がね、そうですね、これはお二人とも組むのは初めてですか。僕は古舘さんは助監督の時にマイバックページっていう映画で、確かにそうですね、そうだ、三浦さんは初めてですね、助監時代も初めて、うん、そうですね、なるほど。だからねちょっとデビッド・フィンチャーセブンでいうと、まあ、モーガン・フリーマンとブラッド・ピット、ああ言ったらそうですよね。まあそうですね、年の離れ具合とか、うん、もうすぐなんかこの感じ思い出した、まあ、片山晋三という名前があるからですね、うん、なんかちょっと乗ってくる、あの衣装もね、うん、三浦さんのシャツも、うん、シャツをあのブラッドピットセブンのブラッドピットみたいにしてくれって言ったんですよ。そうでしょう、なんかね、イメージ似てるのよ本当に。シャツがコットンっぽいシャツなんです。はい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 、なんか大体こうパリッとしたシャツを着るんですよ。そうだね、うん、あのね日本の刑事役の人、あのいわゆるドレスシャツ系を着るんだけど、この方カジュアルな、そうなんですね、コットンシャツにネクタイとかしたりしなかったりみたいな衣装着てて、それ真似、それを真似たんですよ、ね、コットンのシャツにしてくる。しかも細かいな、そこが素材感かよっていうこれ ね、 ね、この感じね、この感じ、三浦さんのシャツだね、そういう。わかる、これ普通はだからこういうのにしないもんな、普通はもうちょっとパリッとしてない。そう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 、これサラリーマンっぽいっていうね、
うん、だからちょっとそのなんか動ける感じっていうか、そうなんですね、でもまあこういう場にも出ていける、うん、ああこれ聞いといてよかったなっていうのもありつつ、だからね結構いろいろそこで連想したものもあって、でその、週刊誌の、まあ、ゲスな記者の女性が出てくるんですが、それが竹内久美さん、はいはいはい、これアレンジとしては、まあ、あの週刊アイズはね、はい、ありますけど、はい、このキャラクターのアレンジとしてはすごい面白い部分ですよね、うん、そうですね、これってもうあれですか、あの吉田さん脚本にもうこういうアッパーなキャラクターとしてあった、ありましたね。で、あとまあ現場でもう少しちょっとこう誇張してるっていうか、まあ少し面白く、うん、自分もこう演出でした部分もあるんですけど、はいはいはい、この段階から割とこうそうですね、活発な感じはありましたね。竹内さんってクールな役多いでしょ今まで。あの彼女の人生は間違いじゃないとか。ああそうですね。リアル路線っていうか、ね。リアル路線、今回だからすごい面白かった。ご本人ってどっちなんですか。どっちっていうのあれだ、ご本人は明るい人ですよ。明るい人か、はい、よく喋る明るい人です。ああ、なんかすごい乗ってやってんな感が。ああそうですね、うん、その今までの自分は違いましたみたいな乗ってる感じはありましたよね。めっちゃあるなと思った、うん、僕それであのキャラクターで思い出したのがこのリチャード・ジュエル、ああはいはいはい、イーストウッド監督の、はい、はい、彼女、そうですね、オリビア・ワイルドさんが演じたジャーナリストのハシーをめちゃめちゃ連想したの。あのこれは脚本の時に話に出てきて、こういうキャラクターでっていう、やっぱりそうでしょ、そう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 、これね、このオリビア・ワイルドさん、あのブックスマート卒業前夜のパーティーデビューの監督でも、まあ、あるわけなんですが、これですよねやっぱりね。そうですそうです、あそうですそうです、そうなんですよ。それはあれ、もうじゃあみんなで話してる時に、あのキャシー面白いよねみたいな感じで、うん、そうですね、あのプロデューサーのワーワーのプロデューサーの井上さんっていう方がいて、はい、見て、うん、ああいう感じでっていうのを、井上さん初だった、うん、でしたね。そうか、じゃあ当てたって言っといてください、言ってくださいでもそれぐらいやっぱりあのすごく寛骨だったりして、しかも元のイメージもちゃんとこう残しつつやってらっしゃるんだなと思って、いやすごい良かったですね。あとそれで言うと、その、まあ、竹内さんがやっぱりそもそもっていうところがあってすごく良かった。 そうですね、うん、でもやっぱあれでしょ、放っておいたらもうめちゃくちゃかっこよくなるじゃないですか。そうですね、だから普通のお父さんに見せるためのそのドレスダウンがすごい大きいなと思って、そうですね、そこってご苦労されました。多分ご本人もこう意識してなるほどね、やってたと思うんですけど、まあ、僕の方でも何でしょうね、何回かこう本番テイク重ねたりとかして、うん、いかにこういつものこう、ね、竹野内さん、かっこいい竹野内さんを捨てるかっていうか、まあそう見えないような、うん、見えないようにいかに持っていくかっていうのが、うん、すごく僕も考えながらやってましたけど。竹野内さんは本当にあれなんですよ、普通はまああれだけのベテランさん、うん、まあ、何本も出てると、うん、何回もやるの嫌がるじゃないですか。あの何回もテイクをやるのがやっぱりそうなってくる、うん、っていうのも、うん、経験上もある、ええ、うん、けど竹野内さんは本当何回やっても、うん、逆にやってもらった方が、うん、安心するみたいなんですよ。じゃあ監督としてはやりやすい、やりやすいです。不安、うん、割とこう不安がってるらしいですね、普段は。例えばテレビドラマとかに出て、うん、もうワンテイクで終わって、うん、あれでよかったのかなみたいなことを本人がすごい気にしてるみたいなんです。あ、そうなんですか。じゃあ納得するまで回してくれた方がご本人もいい。そうです、そうです、っていうのを聞いて、あ、それはすごい自分的にもありがたかったですし、うん、片山さんに回す方でしたっけ、テイク。僕は結構そうですね。そうか、それこそフィンチャーじゃないけど、そうですね。ガンガン回しちゃうよみたいなところが、まあ普通のドラマとかを撮ってる監督よりかはやると思いますね。
一番多いので、まあ、竹内さんに限らなくてもいいですけど、今回何テープ回したみたいな。いやけどそんなですよ、10回やってるかやってないかぐらいですよ。でもまあ、全6話で、うん、で大体まあ、うん、そんなにこう何でしょうね、3テイクぐらいでやっといて、うん、ある程度で竹野内さんのところは少しちょっと長めに5テイクとか6テイクぐらいして、うん、っていう感じですかね。話前後するようですけど、撮影期間っていつでした？2020年のコロナでいろいろ伸びたんですけど、結構まちまちなんだ。大体で4ヶ月間ぐらいですね。夏の間、7月夏だったんだよな、5月から9月とかそんな感じだったかな。まあじゃあ3ヶ月間ぐらいですね。ちょっとスパンがあって、でもそっか、あの緊急事態宣言とかもちょっと絡んだりするから、最初はね冬の話だったんですよ。衣装も冬でやってて、そこはね、だから前の2作は雪景色 の、あの対決の話になってるけど、今回は違いますもんね。だからまあ最初は冬だったけど、冬だったけど、うん、でそれで衣装合わせもしたんですけど、うん、けど伸びちゃったから、うん、じゃあ衣装変えなきゃいけないねっていうんで、うん、夏の衣装を用意して、そこね、僕結構一番おおと思ったところで、冬の映画だと思ってたから、はいはいはい、夏の映画じゃんと思って。そうでも良かったですよね。そうなんですね、うん、なんか印象がそこですごく変わる、ね、うん、緑がね綺麗ですよね。そうで、残酷なことが起こるじゃないですか、はいはい、割とその白い雪景色の中で残忍なことが起こるって、うんうん、まあファーゴもそうだし、シンプルプランもそうだし、あるんですよね、流れが。そうですね。でも結構ね、夏のあの青い緑がすごい鮮やかな景色の中で、うん、ああいうことが起こるって意外に僕出てこなくて、うん、そうですよね。そうだからすごい良かったです、うん、そこは怪我の巧妙みたいな。そうですね、コロナは本当に怪我の巧妙が多かったですよ、うん、普通は2ヶ月で取るって言われ、取れって言われてたんですよ。これそれがコロナのおかげで、コロナのおかげで、うん、もうおかげでってたあれ、おかげでってたあれですけど、本当にうん、いやもうここだなと思ったんですよね。僕もいろいろやっぱこう初めてのことなんで、うん、撮影するにあたってどうしていくかみたいな、うん、でここでもう12時間以内にしようっつって、撮影の時間を、はいはいはい、いわゆるそのね、海外方式、海外方式、まあ、海外もちょっと短いですけど、はいはい、近い感じ、近い12時間以内に収めよう、うん、なるほど。これがこれを多分もう守らないと、うん、みんなこう抵抗力が落ちて、うん、風邪の症状が出ても、うん、コロナとコロナだと思っちゃいますよね。あ、まあ、PCR 検査とかもね、そのなかったんで、うんうんうん、でそうなったら、そうなるたびに現場止めるんですかみたいなことを話をして、うん、おやるな。それで2ヶ月だ、まあ本当は何もなければ2ヶ月だったんですけど、うん、期間が延びて3ヶ月、うんうん、で実質4ヶ月みたいな、まあ3ヶ月半ぐらいか。でも 2と3半で全然違いますね。違いますね。よかったですよね。よかった、僕はよかったですけどね。その分ってあれなの、制作費ってちょっと上がっちゃう、上がると思うんですよ、ね、だからもう完全にあれですよね、その日本映画の現場、まあ例えば今ね、まあ、山田孝之さんとかがよくその労働問題されてますけども、はいはいはい、まあ、コストっていうところですよね、うん、もう単純に言って、うんうん、そうですね、短くすれば長くしたらやっぱかかっちゃうんだよな。そうですね、やっぱ人件費が一番高いですからね、うん、とはいえ日本 の、 スタッフの人件費はめちゃくちゃ安い方ですよね、うん、問題になってますよね。アジアの中でも一番安いぐらいだと思います。もうだからアジアの中で最下位ぐらいになってるって気がつけばですね、デフレ大国日本みたいな感じ で、 うで、ね、うん、そこもやっぱりちょっと改善していかないと、まあいろいろ難しいですね。このままだとまずい気はしますよね。もともとね、そこへ の、 そのカウンターとして三崎の兄弟出されてる経緯もあるから、うん、そうですね、まあ、片山さんがそういうことやってくれるっていうのはすごく大きいし、やってくれよという、僕はもう味を占めてもうその後に撮った映画も、うん、あもうね、そう、ね、その撮って三崎の兄弟の後に撮った映画も、はい、
本当にもう12時間以上撮影しなかったです、ね、あそれはもう意識的に、もうやりたくないって、やりたくない、まあやらないと、やらないと監督がそう言ってんだからやらないよと、撮らないよっていういやでもね、大きいと思う、やっぱり大きいですよ、うん、監督が言ったらもうしょうがないですもんね、うん、だからちょっとそこはぜひ守っていただきたい、これはみんな言ってほしいですね、言ってほしいですよね、もう制作費がないから、うん、もう短い間でっていう考えよりかは、うん、逆にこの間の映画は制作費がない、なかったんですけど、本当、うん、スタッフの人数を少なくしてでも制作期間を延ばそうっていう考え方でやったので、うんうん、だからやっぱそれだけ時間っていうのを使い方が使い、まあ、時間っていうのが大事だっていうことがみんなもう少し、ベストコンディションの時で、そうです、声を大にして言っていった方がいいと思います。そこでちょっとお聞きしたいのは、例えばじゃあ、この期間でやるって言われたら、いやそれは無理ですと、倍欲しいと、はい、そういった時の交渉として、でも制作費はもう固定ですと、はい、なったら人を減らすっていう方向、どうやってそこの辻褄つけるの、人を減らすしかないんですよ、ね、うん、そうするとあれその方がいいですか、やっぱりその一人一人の負担は増えても、いや負担が増えるんでやっぱしんどいんですよ、うんうん、やってる時はね、やってる時は、うんうん、ただまあその分ね、まあまあ、それぞれにはやっぱ負荷がかかるから迷惑がかかるんですけど、うんうん、まあ、その分長い間ゆっくり時間をかけて撮れるっていう利点はやっぱあると思うんで、そこは絵に出ると思うんですよね、そうですよね、じゃあそのお給料、ギャラもその伸びた分だけやっぱ支払われるっていう形になるから、そうですね、まあ、負荷はかかるけど、リターンはあるっていう感じにはなる、まあそうですね、うん、リターンはこの間の映画はまあそこまでその潤沢じゃなかったんで、うん、まあそれはまあスタッフ全員に言えることですけど、うん、やっぱちょっと長い分損してる部分っていうのは結構ありますよね。そうかそうか、まだ、じゃあその完全に理想的な形ではないけども、そうなんですよ、まあ、ちょっと合わせていければ、そうなんですよ、でもそうなるとやっぱりそのすごく優秀な方々で固めないとっていう発想にもなります、ね、そうですね、うん、なるほどな、でもちょっとこれは大きい問題だと思うと、まあ話はそれましたが、はい、で、まあ、竹野内お父さんが、はい、まあ、娘のレイプ殺害動画 DVD をもろに見てしまうというか、はいはい、恐ろしい場面があるわけですけども、まあ、これはね、その映画前の2本はなんとなくやってたりスルーしてたりスルーしたものを、あ、そうですね、もうもろにもろにやられましたもん、うん、これはもちろん、ちゃんと見せたいなと思って、そう、それでその犯人の一人でさ、である敦也役の名村慎さん、はい、さっき言った名村さんが戻ってくる、でここからが、まあ、最初の本当見せ場といいますか、うん、包丁を持った竹野内さんがグッサーでグッすっごい、カタルシスのある刺し方、これ僕改めて思ったのは、うん、お話全体が実はその苦渋に満ちたものなので、うん、このドラマの中で明快なカタルシスってあのシーンですよね。そうですね、実は、1話の最後が本当にガッサーっていく、その出力全開っていう感じはここなんですよね、そうですね、そこはもう完全意識されて、そうですね、うん、だから名村慎君が演じた敦也も、はい、あんなに刺されなくてもいいじゃないですか一言で言うとね、むちゃくちゃやなっていう、なかなか死なないじゃないですかそうあれだから、ね、そうすごいなと思って、うん、あ、なかなか死なないのやりたかったんですよ、あれってどうなんですか、人間って、なんかその虫とかね、それこそあるじゃないですか、はいはいはい、そのすごく残酷な話ですけども、はいはい、この足をもいでもらえてるみたいな、はい、ああいうイメージもちょっと見えてくるシーンだなと思って、ね、ここまでやってもまだ動いてますねみたいな、そういう感じが、なかなか死なないですよね、あれってでも意識的にそこを演出していった感じ、そうですね、ちょっとだから嘘っぽく見えるかなっていう部分もあったんですけど、まあ、やっぱあれぐらいやんないとダメだろうなと思ってたんですよね、でもそうなんですよね、結局なんだろう、
この正論っていうことで言うと、あの復讐とか負の連鎖、暴力憎しみっていうのはどうなんだみたいな、立派なテーマがあるだったりする作品なので、もう単純にムカつくからやってるみたいな、ああいうストレートな感情の発露っていうのはあそこでしか表現実はできないんじゃないかっていう、そうですよね、そこでも手を緩めたくない感じっていうのがすごい出てるなと思いました。あそこってあれですか、撮影の時はどういった感じでご指導されたんですか。あそこはアクション部の人とリハーサルを、うん、入念にして、入念に、うん、あの結構な、まあ、コロナっていうのもあって2回ぐらいリハーサルしたんですかね、あのシーンは、うん、でその中でもやっぱ何パターンかぐらいこうずっといろいろやってて、本当すぐ死ぬパターンとか、あそういうのはあったんだ、ありましたありました。でやっぱなやってる中で何か違うなっていうんで、いやもうこれ、うん、もう死なない、なかなか死なないようにしましょうって、まあ、僕の方からアイディアが出てお出して、あ現場で、じゃ あ現場というか、まあリハーサルで、リハーサル、そうか、リハーサルでの判断だった。そうです、そうです、うん、そうです。で結構テイクはじゃあ取って、テイクはそんなに撮ってない一発、テイクは、まあ、あのカットによって何回かはやりましたけど、うん、割とだからあれですよね、三崎にからしたらカット割ってる感じ。あ割ってますね。ですよね、細かく、うん、そこはそっちの方が撮りやすいっちゃ撮りやすいんですか。そうですね、あとはやっぱりセットじゃなかったんで、うん、そんなに広い絵もなかなか撮りづらいから、うん、まあカット割って、うん、やっていくしかないなっていう。なるほどね、そうやな。でもすごい良かったですね。そこは本当自分でも絵コンテを描いて、お割とこうイメージをちゃんと作ってやりました、このシーンは。なるほどなるほど、竹之内さんもじゃあもうそここはノリノリの感じ。うん、そうですね、すごいよ、めっちゃいいです。でまあいい形で1話が終わり、はい、第2話なんですけども、序盤からの竹内久美さんが上路持ってる後ろ姿が面白いですよね。あ、そうですね、ちょろちょろいるっていう、週刊アイズっていうのは原作にもさっき言ったようにあるわけですけども、なんかな、結構面白く広がりましたよね。そうですね、本当だから原作にあるように、まあ、もう少し時間とお金があれば、うん、あのペンションにこうマスコミが詰めかけに来たりしたじゃないですか、原作は。ああいうのはやりたかったんですけどね、なかなかやっぱちょっと短く しなきゃいけないっていうんで、そこは切っちゃったんですよね。あ、撮ったんですか。いや撮ってないです、あの脚本の段階で切っちゃったんですよね。でもまあまあ、うん、いいんじゃないかなと思いました。竹内さんでいうと、なんか第3話か、編集部で魚肉ソーセージ食ってたら、あの演出あれよね、いやなんかね、置いてたらね、なんかこう、食べ始めて、なんか面白いなと思ってすごいな、じゃあご本人がアドリブ、あ、まあそうですね、あそこにこういろいろ、やっぱこう駄菓子とかをこう置いてもらってたんですよ、そしたらこう、使い始めて、あ、そうなんだ、本人、なんかいろいろ分かってらっしゃる方ですね、やっぱりすごい乗ってやってる感がやっぱりあるって出ますねうん、そうですね、楽しそうに見える。竹内さんはあんま制約をしない方がいいんじゃないかなっていう感じはしましたけどね。そうですか、あ実はそういう感じなんで、今までどっちかっていうとこっちの映画で見てた印象なんですけど、本当抑制抑制 で、うん、あの型を決めていくっていうイメージで見てたんですけども、あこういう感じの方なんだっていうの、初めて思います。そうですね、うん、本人すごい明るいまあ、本当に楽しそうにいつもしてる人なんですよ。うん、だから今まで映画でやってる役のイメージとはちょっと違いますよね。違う違う、だからなんか片山組とはいいんじゃないかなと思ったんです、うん、相性的に、うん、確かにそうですね。でまたぜひ片山さんのところの竹内さん見たいなと思いました、うん、すごい良かった。
でそのそうで話また前後するんですけど、コロナ禍でこのドラマだから、あのドラマの中で2020年9月18日12時とかの表示がちょっと出るんですよね。はいはい、なんかやっぱりその2020年の話だっていう提示はあるんですけども、まあ、そこでそのマスクやフェイスガードをつける選択、はい、だから前 の, そ, のそこにいた男で出ていただいた時もちょっとその話したのかなと思うんですけども、まあ、やっぱりなかなかその顔を隠すって映像作品としては痛い部分じゃないですか。そうですね。そこのバランスっていうのはどういうふうに決めていかれたんですか。すごく良かったと思いますけど、今回の映画で。ちょうどすごい勇気がいる決断ですよね。そう、要は今でこそ、まあ、普通にドラマの中で見る機会が多いんですけど、うん、撮ってた時は本当にもう始まりだったんで、まさにどういうふうに収束するかとか、そういう話も広がっていくかでも分かんなかったんで、だから来年もしそのね、ワクチンとかでみんなもマスクしてなかったらどうしようとか、そういうイメージもありますよね。そういうイメージもありますよね。でどうされたんですか、判断として。判断としてはやっぱり撮影する時のことも考えるとマスクした方がいいなっていうのもあってあるのと、あと本当現代感、今の話だよっていうことを、提示したいっていうこともあって、うん、取り入れてよかったなと思いますけどね、うん、ただ作戦としては、1話は割とちゃんとやろうと思ってますよ。123123では前半はちゃんとやって後半から割とうやむやにしていこうと思ったんですよそれうまくいってると思う、後半気にしてなかったもん、後半はまあ本当にあのね、うん、あの最後の追いかけて捕まえるところとかって、うん、みんなマスクしてなきゃいけないじゃないですか、うん、普通はリアルに考えると、ね、今だと、うんうん、してないもん。だから後半はだんだんもう忘れていっていいんじゃないかなと。あ、そこの計算詰めが素晴らしいですね、あのね、それ僕後で思ったんですよ。結構もうやっぱりフィクションでこっちが載せるレベルが上がってくるから、後半って意外に気にならないなって思ったんですよね。前半はすごい気になるんですよね。まだこの自分のリアリティが現実の側にあるんで、ここからであれをちょっとみたいなところあるけど、そこはやっぱりちゃんと計算されてる。そうですね。すごいな。本当意外に緻密ですよ。そうなんですよ。意外に緻密なことやるなと思う。そうだから、その1話2話か、2話だとその警察の会議とかでもね、リモートで出席の、意外になかなかまだその特に映画っていうラインで言うと、本当これからそういう描写がまあ出てきたりもするのかなと、するのかもしれないし、うん、映画は映画っていうもの自体をまあね、コロナを描くならいいと思うんですけど、結構その後に残るじゃないですか。そうそうそう、10年後見た映画はちょっとやりづらいんですよね。あ、それはやっぱりっ、ね、ドラマだったら、まあ、生ものっていう面がめちゃめちゃあるからありますね。まあいいだろうっていう判断もあったのか、ね、大きいですよね。いや大きいですよ。でもあれだよな、その劇ドラマ的にコロナだから云々みたいなやり取りっていうのはなかった。ちょっとあったか、まあ、ちょっとだから最初の方で、こんな時期なのになんでバイト行くんだとか、ちょっとこうセリフにちょっと、ね、ブスはステイホームとか、そういうことをあった、ね、そういうのをこうちょっとこうちょいちょい織り交ぜながら、なるほどね、それぐらいですよね。それぐらいですね。だからさじ加減がすごい考えられてるなと思いました。まあ、それもありつつ、そうそう。で、あのさっき、まあ、あの映画だと難しい部分、その群像劇としての枝葉奥行きなんですけども、はい、まあ、犯人3人の家庭環境も、まあ、描かれる。で、まあ、ジャニーズ Jr. 井上瑞稀さんが演じる誠は、まあ、一番描かれるわけですけども、あの蝶の標本をこうね、飾ってたりとか、はいはい、まあ、ちょっとそのコレクターみたいな感じですけども、はいはいはい、ああいう美術とかっていうのは、どうやって作っていったの？あれはまあ装飾の人が蝶の標本を置いてくれて、うん、面白いなと思って、うん、でその時には僕気づかなかったんですよ。後で意外にも後で気づいて、うん、なんでこれを置いてるのかなってまあ引っかかるじゃないですか、うん、であれってあれなんだったっけな、
父親の母親の愛を独占したいために、うんうん、こう父親に対して強く出てしまうことを、うんうん、ああいうこう蝶とか虫のコレクターをする人、うんうん、っていうのがあれなんて言うんでしたっけ、あれちょっとね、インパクト、まあまあ、最近知ったんですけど、うん、まあぼやっとでいいですけど、あの要は虫のコレクターの、うん、なんでこう虫をコレクションするかっていうのを、うん、まあ、そこの精神性、そうです、そこの精神性を、うん、こう分析していくと、うん、要は母親の愛を独占したいがためにこう父親に対して強く当たるっていうのを、うん、ペディプスコンプレックス、あ、そうです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 、なるほど、なるほど。でそれを持ってる人がそういう昆虫の採集とかをする傾向にあるっていうのを、うん、あ、そうなんだ、最近本で読んだんですよね。あ、片山さんご自身、うん、最近読んで、あ、これだったんだなって思って、話じゃあ それを話して、そう、僕は全然知らなくて、うん、面白いなと思って、うん、撮ってたんですよ、うんうん、そしたら多分飾ってる人は、うん、そういう意図を込めて、うん、飾ってくれたのかなって、うん、最近気づいたんですよね話してないんですか、まだ。いや、話してないです、全然。話さないけど、じゃあお互いそういう感じで。そうです、そうです。僕割ともうちょっとシンプルに受け取って、うん、なんか結局は なんだろう、誠って、うん、そのグループの中でも一番下だし、家庭でも居場所がない、うん、だから割とその昆虫って弱いものに、さらに弱いものに向かうみたいな、そこで支配願望を満たすみたいなイメージなのかなって、うん、もうちょっとシンプルに考えてますよ。あ、そうですか、うん、まあ、僕は、うん、そうですね、まあ、撮ってる時はそこまで考えてはなかったですね。でも面白いですよね、やっぱりなんかその共同作業の面白さというか、うん、監督意図しないけど後から考えたら、うん、なんかこの意味当てはまるなみたいなこと。そうそうそう、うん、いや面白い。でもあれ結構気になるもんな。でも気になっては敦也の実家がなんかすんごいボロくて、はい、そうですね、なんか家の前に変な首吊り人形置いてませんでした。おいおい、あれなんなの。いや、あれは現場で見つけてこれをちょっとここにぶら下げようみたいなあれ片山さんがやったの。僕がやりました。いや、あれ気持ち悪いね。あれ怖いですよね。怖い怖い、あれ何と思った、マジで。あそこはなんかこうちょっと呪われた家みたいな、そう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 、ホラーみたい、そういうちょっとイメージでやってみようと思って。それは思いつきなんですか、現場の。人形は思いつきです。人形をここに置こうと思ったのは思いつきですけど、あれ捨ててあったやつなんですか。そうですね、あそこは廃品回収をしてるようなところで。なるほど、元々のロケ地が。そうです、そうです。これぶら下げとこうと。いや、そこまで何かやってよかったのかなって思ったんですよね。でもこのドラマのトーンには多分合ってるんでしょうね、うん、そのやっぱり現実よりちょっとこう過剰にしてる世界っていう感じで、すごいギョッとするんですけどね、うん、で菅野海二の母親が主犯ね、めぐみさん水商売やって、はいはい、うん、すごいやさぐれてましたよね。めぐみさんは良かったですよ ね、 ね、これはもうリアルですよね。これはもうめぐみさんも決まってたんですか、キャスティングは。いや、結構後半の方に決まりました。あ、そうですか、ね、なんか結構そのまあネグレクトだったり貧困の問題っていうのこういう描写で見えてきますよね。これは第3話ですけど、やっぱ残忍な、菅野海二がコンビニの前で一人ぼっちでいる少年には優しいとかね、だからみんななんかその家庭のそういう問題抱えてる3人っていう、ここで出てきて単なるモンスターにはなっていないっていうのは、うん、で一方竹野内豊さんは長野の山に行く。ここだからあれもロケ地ってことに関してはもう割と踏襲してそこの現場でやろうっていう感じだったんですかね。そうですね、うん、割と同じ場所にできるだけ行こうっていう。そこでも重要ですよ ね、 やっぱりね、重要ですね、うん、そこで、まあ、かつての幸せな一家の幻の幻覚を見て今度はその家ではなく和田美沙さんがようやく、ご本人が動いて登場するという、ね、
実はでもここだけなのかちゃんと出てくるし、そうですね、もったいないけどな、もうちょっと出ても面白い。で、まあ、石田ゆり子さんも出てきてペンションのオーナーで、そしてこの第2話で松浦優也先生も、ああそうですね、出てきました。これタクシー運転手の鮎村武雄役っていうのは、まあ、これはもう大きい役じゃないですか、これを松浦さんしようっていうのはどういう流れがあったんですか。これも提案があって、なるほど、ワンワンのプロデューサーの、ワンワンのプロデューサー、まあプロデューサーの誰かを忘れましたけど、はい、提案があって、それで、ああぜひっていう、まあ僕も嬉しかったですね、嬉しいですよね、でもどういうふうにすればいいかなっていう、どう面白く松浦優はどう面白くしようかってなりますよね。松浦さんに決まってからじゃあ何分量増えたとかってあります、鮎村の。それはない、分量はねそこまで増えてはないですけど、印象か、じゃあ。ただそうなんですよ、印象が、なんか松浦さんにその後会った時に、一緒バスの前とかで、あ、電話かかってきたのかな、そしたらなんか俺パラサイトの、地下の地下にいたあの彼の、はいはいはい、彼みたいな髪型にしたい、あのイメージなの、そうです、全然それは気づかなかった、あの髪型にしたいとかって言ってきてやる気満々や、やる気満々ですよ俺ちょうど今ねハゲてきて、短くしたらあれぐらいになるからって言っててい, いけるといけると、でそこに、もうずっとコルセットをね首に巻いてたんですけど、あれもあれ僕がアイデアとしてちょっと やってほしいってことで、あれなんかね僕既視感があったの、あれそれは何のイメージ、いや何のイメージ、何のイメージですかね、何でしたんですかそれは。いやね、なんかなんだっけな、いや松浦優也が昔オーディションに行った時に、タクシー運転手の役で、自分でコルセットを持ってって、中国の映画かなんかで、でやったらすごいウケたと、はい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 、そので決まりかけてたんだけど、言葉が喋れないから受からなかったとそれで実際本編を見てみたら、中国の俳優さんがコルセットをしてたんですって、あいつのアイデアをパクられたっていう話を聞いたことがあったんですよ、はい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 、それでタクシーの運転手たち、あそしたらもうコルセットやりましょうっつって、リベンジ、リベンジで、それ何の映画、何の映画だったかな、僕日本でやってます、いや分かんないですね、分かんない、そっか、でも なんかあのイメージ、中国か台湾かどこか忘れたんですけど、多分そっちの方の映画って、そっかそっか、そうだからその鮎村武雄役っていうのは、まあ、すごく本当重要で、まあ、彼の娘もまた同じ3人にレイプ殺害されている、つまりその、いわばもう一人の竹野内豊が松浦優也っていう、すごいそのそ、大きい位置ですもんね、これいいとこに来たなと思いましたね、そう大活躍されるからこの後、まあ第3話でいうと、そうそう、だから竹野内さんがその長野の山に入るともうちょっとディアハンターみたいなスタイルで、そのもうかなりでもガチで減量してます、してます、してます、してますよね、げっそり本当にしてる、やつれてる顔になってるから、そうですね、それもご本人がじゃ あそうですね、いやすごい気合が、もともとそんなね痩せてる方だと思うんですけども、さらにじゃあ落としていったって感じなんですか、だと思いますね、それは別に監督が指示されしたわけではなく、まあ具体的には指示はしてないし、してない、でもちょっと痩せてみたらいいかなぐらいな話、そうですね、でも10キロみたいな伸びですかね、落としてるのって、いやけどそんなそこまでではないと思いますけどね、背方か、なんかマネージャーさんに聞いたら、寝てたら勝手に体重が落ちる人らしいんですよ、
そうなの。いや俺もそれ聞いて信じられなかったんだけど、本人は寝たら体重落ちてる人なんでとかって言ってて、寝てる時のそのエネルギーとか代謝がすごい大きいなのか、普段物を食べないのかわかんないですけど、そこまで、そうですね、謎が多いですけど、謎多いですけど、とりあえずまあ寝てたら長時間寝てた、まあ、だから痩せることにそんな抵抗はないっていうか、その痩せやすい人なのかなと思ったんですけどね。確かにあの体質であるもんな、痩せやすい人、本当、うんうん、痩せないっていうのとか、うんうん、いやでもすごあれがまた本当に良かったですね。でペンション系石田ゆり子さんのお父さんが、はい、まあ、本田博太さん、はいはい、まあ、本当相変わらず濃厚なお芝居、そうですね、すごいですよね、うん、ちょっとね本田さん怖いんですよね。そうなんです、怪しいですよね、怪しい、すでにすでに出てきただけで、あの必要以上に疑っちゃう、なんかそうですよね。しかも頭がお花畑状態とか言って、これ本気で怖い人じゃない。そうなんですよね。あれってどういうふうにその、 あの 怪獣でもある本田博太郎さん、北京現地とかね、はいはいはい、あの片山演出はどういう感じでこのアンサンブルをつけていったんですか。本田さんはすごい自分でアイデアをこう言う人なんですよ、うん、なんかいうイメージがある、うん、で衣装とかも全部自分で持ってくるんですよ、うん、あれそんなの。そうなんですよ、ペンションのあの、あの全部自分の服を持ってきて、これどうこれどうみたいな感じでおっしゃってくれる人で、あのイメージに合ってたから、まあ、あのいいなと思ったんですけど、すごい、そうですね、アイデアは割とこういろいろこう出してくれて、その中で自分が必要なものと必要じゃないものを答えていけばよかったので、すごくね、やりやすかったです。ああ、そうなんだ、なんかそのね、最初にこう自分よりかなり年上のベテランの役者さんとやることが今回の片山的テーマとしてあるとしたら、そうですね、やっぱりなんかすごいなと思う面って多かったですか。うん、そうですね、本当あの本田さんとかあと国村さんとか、ベテランの役者さんたちはやっぱすごいですよね、やっぱりでも国村さんとかもなんか国葬みたいになったらどうしようとか、いや本当ね、現場でね今ちょっと国葬みたいになってたんでもう一回やりましょうみたいな。あった。いや、ありました、ありました。いや、もうちょっと国葬にしか見えなかったなんかそう、ね、やっぱ濃いよな、すごいですよね。そうなんですよね、そう、なんかその松浦さんや和田さんの強さとまたちょっと違った濃さがあるなと思って、でもこのドラマがやっぱり面白いなと思うのは、そのペンション系のその2人も父娘、はい、父1人娘1人で、はい、で、あの実はその石田ゆり子さん演じる彼女が息子を亡くしてる設定だったり、はい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 、あとその三浦貴大さんと徳永恵里さん演じる夫婦に娘さんがいて、徳永さんが妊娠中だったり、いろんなところにその掃除系が組み込んであるんですよね、そのドラマの中に。 もちろんその松浦優也さんの子供もそうで、で結構基本的にはやっぱりその長峰っていうところのに共感というか感情が集まる形にしてる、だからこそこのなんだ少年法だったりとかいう中でモヤモヤが募っていくっていう構造で、この辺ってなんか片山さん真面目に撮ってるなと思った部分なんですよ。ああ、うん、真面目にもやってますよね、すごく。いや、真面目にやってますよ、すごくすごくやってんなと思ったんですよね、なんかその辺はあれですか、社会派です。社会派、社会派の、社会派のドラマをすごく真面目に撮ってる部分ですよね、なんかそのすごくかます部分と、はい、ここはでもじっくり普通に、はいはいはい、あの撮らないといけないなっていう部分って、はい、ご自身の中ではあれなんですか、なんかスイッチのオンオフとかある。いや、それはありますよね、なんかありそうな感じですよね、ふざけちゃいけないっていうか、ここはなんかちょっと、ふざけてもいい、ふざけてもいいってふざけてるわけじゃないですけど、ちょっとなんかこう脱線してもいいなっていうところと、ちゃんとやらなきゃいけないところっていうのは、まあ
ありますよね。今回すごい出てると思う、そのオンオフ感のメリハリが、そうですね、うん、意識してやった部分もありますよ。それはあります、うん、ここでなあ、あのおかしいことやったらダメだもんね。それはありますよね。運も多いですもんね、うん、まあ、それはその東の敬語ドラマ剣の性格もすごくあると思うんですが、うん、結局はやっぱりなん人情劇みたいなところに行くじゃないですか。そうです ね, ね、あの王道の、うん、だからその人気があるっていうことだと思うんですよね、はい、そうで、さっきそうそう、言ったことでもあるんですけど、まあ、ネット描写が多い、はいはい、まあ、映画全2作とか、はい、もちろん原作に比べても、はいはい、でもそのミステリーとかサスペンスのジャンルをやるなら結構そのネット描写が入ると情報のネットワークのあり方が全然変わってくるじゃないですか、うん、結構そこって難しい部分じゃないですか。どうでしょう、あんま気にしなかった。確かに難しい部分ではありますよね、うん、そうそう、まあ、この時代はなかったですからね、実はね、やっぱり今ほどの、 その、うん、まあ、言って もう20年近く前だから原作はなんか全然違いますよね。全然違いますね、情報環境は、うん、今言ったらその犯人の特定とかも含めて、うん、もうすごい早い。いや早いですよね、うん、だからいろいろこうリアリティで考えると、うん、ありえないこともたくさんあるんですけど、うん、そうなんですよね。だからそこをどう、まあ、ごまかすって言ったらあれですけど、うん、バレないようにやるのかっていうのが、うん、けど捨ててしまうと現代性がなくなっちゃうんで、そうなんですよね、難しいですよね。そうなんですよね、そこがちょっとその辺のさじ加減もうまくやんなきゃなっていうのもありましたよね、うん、そこはやっぱり苦心された、ね、そうですね、うん、そう、でもいいバランスだったと思いますけどね。だからなんかそのやっぱりこの デジタル化っていうのは意外に急速なスピードの部分でもあるので、うん、そうですね、古舘幹事さんだけガラケーっていうのも良かったですよねうん、あれは誰のアイデア？あれは、まあ、まあ僕かな、多分僕だったような気がしますけど、うんうん、なんでガラケーにしたんですか？モーガン・フリーマン、いや、やっぱちょっとこう時代に流されてないっていう感じが、あ、そう、頑固な刑事っていうイメージをつけたかったんで、マスクはアベノマスクなんですよね、うん、あ、やっぱりそうか、小さいもんね、あれはもうアベノマスク、古舘さんがね、批判も込めて、うん、古舘さんらしいアベノマスクを批判風刺の、あのマスクをいつ外すのかっていうのが、うん、割と2人のこうね、話してるっていうか、いつ外しますみたいな、面白い、いや俺ちゃんと考えてきてるからとかって言い始めて、面白いね。古舘幹事さんと片山さんも僕見たいなと思った、僕は思ったみたいタッグ、はい、合うと思う。あ、どうですか？いや僕もやってみて、うん、撮影してる時は、うん、割とね細かい人なんですよ。あ、でも細かいイメージありますよ。すごい細かい人で、あ、そう、ですごいね、なんでしょうね、やってる時はそんなことまで考えなくてもいいよって思うこともあったんですけど、うん、逆にそれが作品にとって良くなってるんで、すごくね、撮影の時にはそう思ったんですけど、うん、撮り終わって、うん、本当に何でしょうね、いい役者さんだなと思いましたね。そう、なるほど、なるほど、そっか、じゃあやっ、そう、イメージとしては古舘さんそのリズムで結構組み立てていく人じゃないかなっていうイメージなんですよね。そうですね。で、まあ、実際そうか。実際そうですね。で やってるとちょっとそうか、うん、自分の計算と違う部分があった時にやりづらい部分っていうのは あったりするっけ？それはまあ自分の中でもあったりもするんですけど、うん、逆に話をしていく中で、うん、古舘さんが言ってることもすごくいいことって正しいことを言ってたり、うん、そうじゃないこともむしろいいんですけど、なるほどなるほど、そこがすごく面白かったですね。じゃあこのある種面倒くさいけども成果が出る組み合わせ、そうです、ああ、そう、なんかすごい良かったな、そう、面白いですね、うん、そうなんですよ、うん、だから終わった後にすごく仲良くなりましたね。ああ、だから合うんでしょうね、なんかね、うん、そう、
ちょっとしたところがすごい印象に残る、あの立ち食いそばで、はいはいはい、あのエビ、はいはい、なんか最後にエビだけ食いに戻るみたいな。あれ僕が言ったんですけど、ね、あれ片山さんか、あれ僕が言ったら、うん、やるのみたいな、うんうん、あれ良かったですよ。本当ですか。なんかなんだろうな、なんかキャラが出てますよ、出る、なんか出てる、あっみたいな。ガラケーっていうのもあってるし、立ち食いそばでエビだけ食いに戻る、エビがちょっといいもんと思ってるみたいな。そうそうそう。でもそんなにさ、古舘さんって言ってもう年で僕にぐらいでしょ、言ったら。そんなに竹野内さんとかでも変わらない。そうですね、同い年ぐらいね。竹野内さんちょっとあの漢字が上に見えるんだ。見えますね。見える見える。僕なんか自分と同世代って気しないですよ、なんか一個上っていうようなイメージ。うん、だからなんかそのなんだろう、まあ昭和っていう、今回は昭和って言い方可能ですけども、なんかそのある種のなんか昔の気骨みたいなものを持ってらっしゃる方です。そうですね、うん、大人っていうか。そうですね、うん、あとはだからその意見を言うのも、うん、あのニューヨークかどっかにも留学してたんですよ ね、 はい、だから悪意がないんですよ。ああもうそのニューヨーク方式でなんかこう、うん、お前のミスを責めてるっていう感じじゃなくて、あいいですね、あの前向きな提案っていうか、うん、はい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 、あの言うよと、俺は言うよという感じですね。そう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 、それこそそのアメリカ式 で、うん、で自分も演出もしてるから。そうですよね、はい、うん、あのそういう意味ではすごく助かりましたよね。なるほど、もう、ガチで戦ってなんぼであるという作品作りは、まあ、真っ当ですよね。でもね、でこれはすごくあいいなと。でこのやっぱり古舘さんの刑事もなんとなくその、ジャニーズジュニアの井上さんの誠に足りてないその不正というか、うん、まあ、お父さんの役割をちょっと補完するようなところまで、そうですね、この辺もうまいなって思いますよね、うん、なんとなくあるんですよね、うん、そのあからさまじゃない描写。そうなんですよね、うん、ちょっとなんかね、そう優しかったりするんですよね。そうあのちゃんとこう憎んでない感じが出るのがいいですよね。あの感じってだからにじみ出るぐらいの微妙なもので、なんかもしかしたらあのこの誠刑事になるんじゃないかと思いました。ああなるかもしれないですね。そうそうそう、あのこの古舘感じ刑事に、うん、なんとなく感銘を受けていて、うん、この時折見せるなんか人情味みたいなもの、うんうん、そうですね、うん、なんかそうなんかね、だからそのあの刑事はバックストーリーがすごくありそうな風に見えるから、うんうん、あの昔結構ひどいことやってたんじゃないかとか、うん、いろいろ想像させるような奥行きがあって、うん、それが結構あの10代のあの感じ、うん、響いてる感じがすごい出てるなと思いましたけどね、うん、これででもやっぱり役者さんの力があってこその、いやそうだと思いますよ、うん、出るんだな。そういやすごいと思います。そうでそのまあ真面目に撮ってる部分もたくさんありつつ、うん、そうそう、もう後半に部分に入ってきますけど、第4話であの菅野海事役、市川陸さんの彼女役で木崎ゆりやさん、はいはい、木崎さんがそのまあ言ったら、ね、最初河合由美さんと同じラインになるというか、まあ、元被害者であるという設定が明らかになってくるんですが、うん、そうですね、実際その演出上でも木崎さんが市川さんに怒られるという、はいはいはい、箸の持ち方を馬鹿にされて切れ、ぶち切れるという、うん、あまた出てきたなっていうまたこういうシーン出てきたなと思ったんですけども、はいはい、ああいうシーン、好きなシーンがね、はい、ああいうシーン撮るときってこう片山さんどんな感じなんですか、あのデリケートになるんですか、どっちかというと、それか割と乗っちゃう感じ。あどうですかね、結構乗っちゃってるんじゃないですかね。乗ってる方か、うん、いや分かんないですけど多分、うんうん、でもあの表面上は割と紳士的にやるわけでしょ。あそこはまあそんなにこうね、うん、あの狂気じみた人間にはならないまあ監督がそうだったらちょっとね、空気が変になるから、まあ、撮る時っていうのは割とそのむしろ和気あいあいにを、うん、あ の線を守るというか。そうですね、うん、ああいうシーンもあれでもスムーズに撮っていける感じですか。あ結構そんなに、ね、うん、あのスムーズに、ああすごいよね。
うん、木崎さんも良かったですね。良かったですね、うん、木崎さんはあのエマ役のオーディションで来てたんですよね。ああ、なんかだからそれは言われればめちゃくちゃ納得します、うん、けどちょっとお姉さんすぎたんで、うん、なるほどなるほど、すごい良かったんですけど、うん、であの役になってました、うん、確かにその何人かがやっぱりこの、グループキャラクターのグループでいうとこれはここであるっていうのがあって、うん、まあエマにもなるし、うんうん、この何だろう、彼女に木崎ゆりさんが演じた彼女にもなるしっていう感じですもんね、はいはい、うん、面白いと思うんですけど、でこうだんだんそのなんか未成年犯罪少年法の問題が、まあ、テーマとしてせり上がってくると思うんですけども、これあの片山さん真面目な話、あの少年法の問題ってなんかご自身の意見としてはどんな感じなんですか。僕ですか、うん、僕は自分自身ではもう少し重い刑罰じゃないと、うん、本人自身がもう知恵を持ってありますからね。今だから捕まってももうそんなに大した、ね、あの罪には問われないってことを分かった上でやるから、うん、確信犯的にやるじゃないですか、今の若い子は。そうだから、その最近その少年法を扱う時の問題ってもうそっち側ですもんね、完全に、うん、なんかその上手を行く知恵をつけちゃってどうせすぐ出てくるんだろうみたいな感じっていうのが多くなってる。いや多くなりますよね、うん、ジレンマですよね。そうですよね、だから本当もう少し年齢を下げるか刑罰をこうあの何でしょうね、あのきつくすべきだなと思いますよね、うん、それ個人的見解としてはそういう思いが、ね、うんうん、なるほどな。普段からあれでしょ、その実際 の, その、ね、事件とかにご興味があると思うんですけど、はいはいはい、そういう時ってどういうあの目線で片山晋三を見てるんですか、現実の事件。うーん、まあ、あの札幌でしたっけ、うん、あのいじめで、うん、あの女の子が公園で投資してた事件があったじゃないですか。それ最近女子高生が あったっけ、うん、で あるんですけど、うん、投資って何、あの凍って死んだっていう投資。そうですそうですそうです、うん、っていう事件があって、うん、未成年で、まあそれもあのいじめかな、あの同級生の男の子と女の子何人かでいじめで、うん、でなんか川かなんか飛び込めってなったの、それで投資させてみたいな事件があったんですけど、そういうのをやっぱ見てるとめちゃくちゃ腹立ちますよね、うん、いろいろこう写真とかあの出るじゃないですか今で、あの被害者の女の子は出るんですけど加害者の女の子とか出ないし、加害者の男の子も出ないし、やっぱ未成年だから、うん、けど今は YouTube とかでちょっと調べれば出たりもするじゃないですか、うんうん、やっぱ本当にこう腹は立ちますよね、うん、個人的には、うん、まあ、人親ではないですけどやっぱ腹立ちますね。なんかそこで言うとね、うん、結構だから僕でもこのドラマを見る限りではいわゆる加害者グループ3人も描いてるなと思ったんですよね、うん、ああそうですね、うん、だそこはちょっとなんだろう、個人的感情は一旦置いてみたいなところってある。あ、それはまあありますね。あるのか、うーん、あとはまあ考え方としたら、うん、あのまあそういう少年自身は、うん、まあ生まれてからもう人殺しになることが決まってるわけじゃないじゃないですか、うん、まあ、周りの環境とか環境ですよね、うん、がまあそうさせてるわけで、うん、そう考えると、まあ、その本人というよりかは周りの大人の責任でもありますよね、うんうん、だから環境を探っていくという描写のあり方になるわけは。そうですね、なるほどな、いや、よくわかりました、うん、ちなみにその全然違う話ですけども、三浦貴大さんがこう地道にPC でレイプ動画を見て調べてる、はい、で、あっ、ひたすら見てるっていう、あの辺はそのフィンチャーでいうと若干ですか、ゾディアック感が短いゾディアックですけど、ちょっとあったりして、あのよかった、嬉しかったですよね。本当ですか。なんかああいうあのラインを伸ばしても面白いよなっていうふうに
思っちゃいましたけどね。なんていうか、刑事たちの、刑事たちの、そう、あの全然違う話ですけども、あのひたすら調査するみたいなのも撮れそうな、いや面白いですよね。ね、なんかそういうのも撮ってほしいなってちょっと思いましたけどね。そういうのもね、やりたいですね。そうそう、あれはねちょっとそういうこと思いました。でまあ第5話になってくるともう終わりが近いので、だんだんテンションがねまたこう爆上がり感が。まあ松浦雄也先生がとにかくご活躍されますよね、目立ちますよね。そうですね。週刊アイズに殴り込みに行って、あのなんとなくすぐ丸め込まれるというあのその後なんかジャニーズジュニアをボコボコにするという。そうですね。あの辺はどうなんですか、やって楽しかったですか。いや楽しかったです。楽しそうですよね、なんかね第5話第6話って第3話第4話真面目な感じするんですよ、第5話第6話ってすごい楽しそうだなっていう。いや第5話第6話めちゃくちゃ楽しいですよ、ね、いや5話が俺一番好きですね。ああ分かるな。5話が一番好きで、本当に3話とか4話はまあ結構ね、ま、真面目というか、シリアス、ね、シリアスです本当に。割とこう人間ドラマ、人間ドラマやってらっしゃいますもん。そうなんです。あのこう石田ゆる子さんこう走ってこう感じとかもなんかすごい真面目にやってる気がするとは。そうなんですよ。5話6話は祭り感がね出てきてるんですよね。5話6話ねいいですよね。すごい出ますよね、なんかその演出のテンション、こうして6話全部見ると、あこれは5話ごとに、ね、すごい出てると思う、うん、5話6話面白い。ここは乗ってるなとか乗ってるな感、ここ神妙に撮ってんだみたいな。そう、ここもじゃああの辺ってでももうあれか、松浦さんともう脚本通りではあるの5話も ある程度は、はい、結構でも変えていったんですか、現場の現場のテンションで結構変えることはありましたね。あ、例えば、例えば何かな、あんなにこう、まあ、誠に対しての暴力松原さん、まあそこまで激しくない、ね、結構僕びっくりしたんですよね、本気で言ってる感が出てるなと思って、松浦さんがね。そうなんですよね、狂犬みたいね。そうなんですよ、とか、まああの辺も楽しかったですけど、まあちょっとねこう殴る前にね、一回笑うんですよね。笑ってこうか、おでこ描くんですよ。はいはいはい、あそこがすごくこだわったところですね。あれ演出なんですか。あれはそうですね、あれでもすごいいいですよね。そういうのとかをちょっとこう楽しくやりましたけど。いやめっちゃいいですよ。あとね、演出面でいうと僕その、まあ、あの後半竹野内さんと市川陸さんね、あの菅野の対決の図式に、まあ、ようやくなるっていうところがあって、あの市川さん演じる菅野が竹野内さんは山の中ですよ、はい、目の前にバッと降りてくるでしょ。 あれで2人初対面。そうですね、完全にそうですよね、ちゃんと直に会ったっていうの、あの演出ハッとさせられました。あれはそうですよね、そうハッとさせたいなと思ったんですよね。ですよね、だから割とこう台本じゃない、あの現場で思いついたんですよね、ロケハンの時にここに泊まってて、ね、まあ、ここから降りてくれれば急にバッて会えるなっていう、そういう意図で、あそこのシーンとかは、そう、あそこねすごい強い瞬間だと思いますよ、なんかそう、あの現場思いついた感があるっていうか、やっぱりあの地形、そうです ね, ね、やっぱこう空間ですよね、こういてここから人がこうガッと降りてきて、うおっっていう、あのまあ言ったら熊とか鹿に出会ったみたいなようなインパクトっていうのがすごい面白いなと思ったんですよね。やっぱりあれは現場で、そうですね、もうインスピレーションか、もうパッとこれ、そうですね、あのロケアの時下見の時に、あの下見で、思いついて、っていう感じですね。なるほどな。いや5話ねもうすごくいいですね、そういうことの連続が割と5話にはある感じです。そうなんですよ、あのすごい
刑事たちがね、うん、ペンションに入ってく長いワンカットのとことかもはい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 あるし、そうだな、ちょっとそのタイム感も変わるというか、うん、長回しもちょっとあるあったりとか、そうですよね、うん、いや面白いで、6話が終わりなんですけども、まあ、最終決戦の場が有楽町東京国際フォーラム、それもねコロナでね、うん、あの途中で変わっちゃったんですよね、決まってたとこがあったんですよ、あのどこだったっけな、どっかのショッピングモールで、なるほどね、ショッピングモールで実はやる予定、最後やろうってなってたんですけど、うん、コロナになってちょっと貸せなくなったって言われて、うん、そっか、それでどこの場所がいいかなっていうんで国際フォーラムだったんですよね。国際フォーラム、まああのね、まあ、近未来的な建築の中ですごく、まあ、あのまあいわゆる映えるロケーションであると思うんですけど、ね、あそこはじゃあ OK だったんだっていう、あそこは OK でした、ね、あのちゃんとその条件さえ満たせば OK でしたね。でも結構あそこもそのロケ場所の特性っていうのは使われてますよね。そうですね、うん、あれもじゃあアクションっていう部分も国際フォーラム決まってからじゃあちょっと組み立てていこうみたいな。そうですね、あそこの場所に行って、うん、考えながらっていう、面白いな、うん、そこでねやっぱりまず来るのが包丁を持った松浦優也っていう、あれ笑、あれすごかったですね、そうですね、あれも脚本あったんですか、松浦さんがまず包丁を持って走ってくるっていう、走ってくる、あ、そうですね、やってくるっていうのが書いてましたね、あの途中でこけるのはね書いてなかった書いてなかったの、あれは何演出でじゃあその場でこけてくださいと、ね、まあその場じゃないですけど、まあ、あのロケハンした時にいろいろこけるっていう、うん、変更して本来どうなってたの、本来はねなんか失敗して逆に奪われて刺されるみたいな、うん、そういうことか、感じだったんです。なるほどね、あのコケっぷりがさすが、うまかったですね、うまいっすね、ああいうのめちゃくちゃうまいですよね、うん、面白いもんで国村純さんが鮎村さんみたいなお前かよみたいな、うん、あのツッコミもあって、この辺めちゃめちゃテンションが高い、そうだからその国村さんがの役が極秘で行っていたことをもう全部いろんなことをそれぞれの立場で宙吊りする終わり方に向かうんですよね、うん、うん、これは割ともう脚本通りな感じ、うーん、そうですね、割と脚本通りですね、うん、なるほど、だからあれだよな、どっちかっていうと随所にその、突き抜けてる描写というか、うん、カタルシスを細かく置いていくっていう作り方なのかなっていうふうにも思いました。あ、そうですね、うんうん、最後のそのあのまあ主犯とお父さんの、うん、まあ、対決っていうことに関しては、うん、まあ、つつがなくやれた感じですか、国際フォーラムの中というと。そうですね、うん、国際フォーラムで撮影してよかったなと思いましたけどね、うん、やっぱあの立地面白いし、面白い、すごい面白い絵もいっぱい撮れて、確かにね、うん、ご苦労された部分とかありました、逆に苦労した部分はね、うん、何ですかね、時間がやっぱなかったですよね。あれ、まあ、夜の、まあ、夜をあそこの広場が何時だったっけな、8時か9時ぐらいから入って、うん、そこから朝まで、うん、まあ、4時とか5時ぐらいまで、あ、そういう時間帯で撮ってた、だから8時間ぐらいしか、うん、全部あ、だから割と急がなきゃいけなかったんで、なるほど、そこがその8時間しか借りれなかったんですよ、あ、けどそのそれを3日か4日ぐらい、うん、そうだろうな、それ8時間撮ったと思えなかった、
じゃあ その感じで、じゃあ割と昼夜逆転のスケジュールで、最後の、じゃあ割と順取りですか。割と順取りです。上やって下降りてきて、まあそうですね、ほぼ順取りで、下に降りてきてからは、まあクレーンが1日しか使えなかったんで、まあちょっとクレーンのカットアウトで回したりしてっていう感じですね。だからほぼほぼ順取りですけど、やっぱ急がなきゃいけなかったですね。そういう時はあれですか、その規模感という意味では、まあ、対策感でいうとやっぱりその6話とか出てきていると思うんですけども、今までまあね、助監督は別にして監督であったややミニマルな作りとは空間のね感じとかも違うと思うんですけど、大丈夫でした。全然大丈夫です。全然大丈夫です。さすが。むしろまあもう少し人も入れて、もう少し派手にやりたかったなっていうのはあるんですけど、あの場所自体をすごくうまく使えたんじゃないかなとは思いますけどね。そうですね、すごく印象的なシーンになりましたね。あの意外な感じでもある、すごくその、ある種かぶいてるっていうか、もう舞台って感じの空間じゃないですか。そうですね、そう、あのその派手さはすごくあったと思いますね。なるほどね。いや面白かったです、本当に。そう、細かく聞いちゃいましたけども、で、いかがでしたか、そのワウワウもの、ワウワウの現場、連続ドラマダブルの現場は、はい、その今までと比較して、何かこう思ったことを撮ってみて。撮ってみて思ったことは、環境としてもやりやすかったですし、そうですね、役者さんとのコミュニケーションで困ったことっていうのも、まあさほどなかったですし、すごくこう自信にはなりましたよね。なるほどね。これってまあその実質4ヶ月ぐらい撮った、あの割と映画のスタッフっていう感じだったんですか。そうですね、ドラマダブルってそうです、ね、そうですね、やっぱ映画のスタイルでドラマを撮るっていう、ね、まあ、そこもじゃあそんなに違和感はなく。そうですね。でその後さっき言った来たるべき長編第2作をの現場に入ったんですか。そうです。結構間を空けずに、そんな間を空けてない、空いてないですよね。いい流れでした。じゃあさまよい刃をやってその長編第2作の現場っていう、まあ、ちょっと時間欲しかったですけどね。あ、そう、長編のを撮るにしてはちょっと時間がもう少し準備したかったですけどね。これって情報解禁まだなってない。まあ、なってないですね。なってないですよね。いつなるんですか。まあなっ夏ぐらいじゃないですか。まあ、もうすぐなると、もうすぐだね。今はもうほぼ夏だから、まあ、どっか映画祭とか決まったらね、それを機にっていうことだと思うんですけど、そうか。だからちょっと、まあ、情報は言わないですけど、自信のほどは。自信は、いや面白いなとは思いますよ。思う。いや思います、思いますね。またなんかちょっと違った、あのちょっと見やすくはなってると思います。そう、見やすくなってるの。見やすく、いい意味で、見やすく、いい意味で見やすくなってると思うし。ああ、そう、うんこぶつけるとか出てこないみたいな。まあ、その辺は出てこないし。そうですね、ちゃんとこう映画の、映画になってると思います、ご自身の手応えとしては。じゃあ美咲、あの美咲の第2弾としてこう、自分のフィルムグラフィーとしてはもうバッチリ誇れるレベルにはいったと。まあオリジナルですし、はい、そのレベルにはいったと思いますし、あのまた違う、あの自分自身のまた違う部分っていうのが出せたなと。へー、楽しみですね。割とこう、だからそういう意味ではさまよい刃を経てやったことっていう、さまよい刃があることによって、また変わった部分っていうのは多分あると思うんですよね。例えば、例えば視点ですよね。あの本当これもさまよえばいろんなこう視点の人物をから描いてるっていう、美咲の兄弟はどっちかっていうと兄弟の主観的な、そうですね、話なので、そういう意味では次の映画はいろんなこう視点から描かれてはいるので、結構そのじゃあモザイク模様というか、そうですね、いろんなに、人間が出てきて、 それぞれの立場の視点がぶつかり合うような、ぶつかり合うような、そういう話になっている。それはたまたま
そうだったっていう流れがあるんですか、さまよいアルバの企画とご自身、片山さんのオリジナルですね。そうですね、うん、たまたまというか、まあ、あの、そういう作品しようと思ってました。ああ、そうかそうか、じゃあ、もうすぐ多分この動画が流れたちょい後ぐらい情報解禁になって、あ、そうですね、来年いよいよ。ちなみになんですけど、それコロナ描写はどうしたんですか。やめました。もうそれはもうやめたわけね、はい、さっきちょっと言ってたけど、はい、映画だからもう嫌だなっていう感じがあったわけですね。やっぱ残った時にちょっと、うん、ただそれでもやっぱりこう街を撮ってるとちょっとやっぱ映るじゃないですか、マスクしてる人が。そこはね、やっぱケアしきれない部分もやっぱありましたね。なんか風邪ひいてる人多いなみたいな。そうなんです、まあ、冬撮ったんで、まあ許される範囲ぐらいかなっていうぐらいです。冬だったらね、もともと僕もインフルエンザ予防とかで、まあ、マスクしたり、ね、マスクしたりよくしますからね、はい、そっかそっか。いや楽しみです、はい、その際はまた出てください。ああ、もう全然、はい、あのもちろん、もう完全にあの近況報告みたいになってるから、はい、今どうだったのみたいな。友達と話してるちょいちょいちょっとね、またあのもうこの先ずっとこ の, たあのスパンで話聞いたいと思いますので、今日も楽しかったです。どうもありがとうございました。片山晋三監督でした。